にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、静岡県に向かっております。静岡県久しぶりかな。いつだ、最後に行ったのはいつでしょう。思い出せないけど、今回はですね、気になるお宿さん見つけましたよ。大沢温泉露天風呂山の家さんですかね。いつも楽天トラベルを利用してあの宿とか探してるんで、限られてたんですけど、今回はそういった予約サイト見てないので、そうなるといろいろ気になるとこありますね。楽しそうな宿とか旅館とかたくさんありました。というわけで、まず、そちらの山の家という温泉施設なのかな、まあ露天風呂があるんですけど、そこ泊まれるようになってるんで、そちらに本日は宿泊してみようと思っております。久しぶりの車内での車中泊、極寒ですね。まずそこが眠れるかどうか不安でございますね。では静岡県に向かいます。てい、伊東マリンタウンに着きました。たくさんのキャンピングカーが止まっております。そして、かなり静かですね。本日は寒いんですけれども、かなりの防寒具を持ってきたので、おそらく眠れるんじゃないかなとは思います。それではおやすみなさーい。おはようございます。現在朝の9時です。寝れちゃいましたね。4、5時間がっつり寝れました。足に張った北海道が大活躍でしたね。天気いいので散歩しますか。伊東マリンタウン、やはりここの道の駅落ち着くな。そして海が綺麗ですよ。はい、青い魚いますね。腹が減ってしまったので、ご飯をここで食べます。いただきます。お腹すいた。マリンタウン出ました。現在の時刻が午前11時ぐらいで、少しチェックインまで時間あるので、西伊豆の堂ヶ島遊覧船ですかね。今まで行こうと思っても何度も行ったんですけど、あの強風だったりとかでなかなか乗れる機会がなかったので、今日はこのね、晴天の下であの遊覧船乗れたら気持ちいいんじゃないかなということもありますので、向かっちゃいます。こっから約1時間半ドライブ、楽しみ。あー、のどかだな。のんびりのんびり。さあ着きましたよ、堂ヶ島。遠かった、いい景色。チケット買いましたよ。まず景色をご覧ください。綺麗ね。今から乗船でございます。海が綺麗なんですよね、ほんと透き通ってて綺麗。そしたらまた戻る。あちらが展望
出港しました。多くの方が観光に訪れ、昭和天皇もこちらからご展望されておりますと名付けられております。右側の島が蛇神、2016年には世界で最も美しいワンクラブに加盟しており、ワンを取り巻く都市の美しさは雲を抜いております。ここからは時折大きく海が出来上がり、足を垂らさずに三四郎島に渡ることができますが、満潮時には水面下に隠れてしまい、その上を小さな船が行き来することができます。先ほどの天宗堂ですね。この雰囲気もまた格別ですね。暗くて見づらいね。見えないかな、見えるかな。この奥に先ほど行きました。今日差しの向きが悪いので陰っちゃってますけど、逆光じゃなければ相当綺麗そうですね。というわけで堂ヶ島遊覧船乗ってきました、時間もだいぶチェックイン時間に近づいてますので、この後は宿に向かいます。でこの辺で動画もだいぶ長くなってきましたので、一旦動画を切らせていただいて、また後日ですね、宿泊編をお送りさせていただきますので、概要欄 URL よりそちらからご覧いただけたら非常に嬉しいです。ではまた後編でお会いしましょう。バイバーイ。すごいわこの世界観マジで。